職に入ってるんですよ。あ、だから夏目足って知ってますかって言うと知らない人多いんですけど、まあ最近はまた結構この新しく流行ってきた部分もありますが、結構やっぱり知らない方多いと。でも実は食べたことあるんですよって言うとみんなびっくりするんですよね。何に入ってると思いますか？馴染みのある日本人だったら誰のがまず食したことがあるだろうっていう。塊でこれだけでやらなくて、いや、この話では入ってません。この成分がっていうか原料として入ってる。だから甘いのかな、そうかもですね。それあるかもですね。だからね、これは本当にね、イラクの原風景、まあ、ふるさとですよね、うん、はい、彼らは本当に今ね、戦争で国を追われて、でその中でやっぱ自分たちの原風景ってやっぱりひしひしと感じてね、なんとかそれを、このハーニーさんの絵は、夏目足をテーマにしてね、夏目足と農夫ということで、手すきの紙、夏目足で葉っぱを使って作られたその紙を使って、いいね、その上に農民の女性の顔を描いたりとしてるんですけど、まあ、これ歌終わったらちょっとじっくりと絵のことをね、またお話ししようと思うんですけど、この夏目足っていうのは本当に彼らの精神文化の中で非常に大きな、よくイラクは7000年の文化と言われてますけど、その7000年の間そのイラク人の食を支えてきた、はい、で同時に詩人にも歌われてきて、すごいね、親しまれていた木なんですよ。やっぱ砂漠の文化ですけど、夏目足の林があるおかげでその下に果樹園ができたり、その強い日差しを和らげてくれる、そこで畑ができたり、農業ができて、ね、そういう形で、さっきザクロの歌を歌いましたけど、本当ザクロの果樹園とか、オアシスのようになるわけですよ。で夏目足は本当に天球のようなドーム状の下に入るとこう枝がなんかこう丸くなる、何かすごく宇宙の中に守られている感じ。だからあるアーティストが日本に呼んだ時に言ってましたけど、私たちは7000年の歴史の間、お母さんの体内のように、その夏目足の体内で守られてきた、地球の中で守られてきたんだよっていう。すごい、そこでますます僕は夏目足のこと好きになったんですけど、この歌はイラクの古い民謡で、夏目足の木の上で、木の上なんですね、木の下じゃないです、すごい届かない恋を歌った木の下、古いラブソングなんですけど、はい、これはもうイラクに限らずシリアでも愛されているっていうか、もうそもそもイラクとかシリアとか近代国家になる前の時代に作られた、誰が作ったかも分かんない民謡なんですよ。これを僕また日本語にちょっと訳をして歌ってますので、これ今僕一押しの歌なんで、ぜひ聴いていただきたい、はい、I'm not afraid to die.
書きました。すごい。素晴らしい。やっぱいいですね。この絵と一緒にね。絵と一緒に気持ちよかったです。すね、セッション。絵と一緒にセッションする。で次面白い。ちょっと、なんとなく音楽のリズムを。リズムと合わせて。はい。イメージして、うんうん、夏目足を描こうと思ったけどうまく描けなかったけどなんか雰囲気を描きましたいい、ね、なんかいろんな時間がこう重なってる感じでさっきのやっぱりでもこの私も赤色がすごい出てきて、うん、なんか赤いそれをレナちゃんがビューって出してくれたから、うん、あこれこれと思ってそうでこっちはねマキさんがした仕事なんだけどなんか二人で世界を作ったっていうか、うん、私はこれがブラックホールに見えて、あでなんか時間って前に進むだけでもなく、うんうんうん、あの均等に分かれるだけでもなく、なんか時々こういう時間が潜んでるんじゃないって思って、そうだね、うん、でそれをこの10個で割ったり12個は西洋か、うんうん、なんかもうちょっとゆっくりいろんなリズムで割るとここに入り込めるんだけど。うんそこに入り込む要素を切り取ったのかなっていう感じがして、うんうん、なんかブラックホールを描きました、うん、いいねでもすごい美術なんかこうね楕円で動くとかね、うん、そういう話とか楕円っぽい感じもしたしねここに二人打ち合わせは全然してないわけはいしてないですね全く即興力こんな描いてまだ思わないわけ私イメージ違うとか相手の人に出して別に、ね、別になんか同じことを考えてるみたいな二人で考えるみたいないいですね、その瞬間まさに即興のね、はい、面白さっていうかね久しぶりに絵を描きましたあ私あの
学生の時に美術部だったんですけど、はい、全然それからやってました。美術部だったんだ。でオイルはやってたの、うん、ずっと。でも総合アートみたいな感じで、マキちゃんとは画家の先生と一緒にかけて6月8日にあもうそろそろ行かなきゃいけないんですね。じゃあ解説をちょっとしていただいて、はい、はいはい、あ解説、あの絵の解説、イラクアートについてね、うん